2024年 F1 第12戦イギリス GP の決勝レースが行われ、アルピーヌのエステバン・オーコンは16位、ピエール・ガスリーはリタイアでレースを終えた。ガスリーはギアボックスに問題が発生したため、フォーメーションラップを終えてガレージに戻りリタイアとなった。写真、2024年 F1 第12戦イギリス GP エステバン・オーコン、アルピーヌ エステバン・オーコン、BWT ・アルピーヌ F1 チーム、決勝イコール16位、50周、52周。18番グリッド、タイヤ、ソフト、インターミディエート、ミディアム、インターミディエート、ミディアム。チームにとってタフだった週末の総決算がこの結果だ。週末全体を通じて、僕らはいくつもの間違った判断をして、 自分たちに戦うチャンスを与えることができなかった。天気が変わりやすいことは分かっていたのに、タイヤ選択に関して最適な戦略を取れず、結果として大きくポジションを下げた。全体として、早く忘れたい週末だったから、すぐに立ち直ってブダペストのレースに臨みたい。ハンガリーは、僕にとって素晴らしい思い出があるレースであり、サーキットだからね。 ティエール・ガスリー、BWT ・アルピーヌ F1 チーム、決勝イコール DNS、0周、52周、19番グリッド、タイヤ、ミディアム、ガレージから出て行こうとした時に車の何かがおかしいことに気づき、どうやらギアボックスに問題があるようだった。そうなると、レースのスタートでトラブルが起きる可能性が考えられたので、 フォーメーションラップを終えてそのままピットに戻り、リタイアするしかなかった。パワーユニット交換によるグリッドペナルティがあって、僕の週末が厳しいものになることは最初からわかっていた。とはいえ、とりあえずレースに参加して、できる限りの反撃を試みることさえできなくて残念だ。天候がひどく不安定だったから、僕にも何らかのチャンスはあったかもしれないのに、 今日はそれ以前の段階で終わってしまったんだ。これからも学び続けるつもりだし、同じ問題が再び起きないように、何が起きたのかをしっかり分析する必要がある。まだ色々と課題があるので、ハンガリーへ向かうまでの時間を有効に使って、もっといいパフォーマンスを見せられるように努めたい。オートスポーツウェブ2024年7月9日。